これは高校3年生の時の彼女のお話です。じゃあどこ行こっか。一つ年下で同じ学校の彼女は僕自身初めての彼女だったので、とても大事にしたいと思っていました。私、ゆうたくんと付き合えてよかったって思ってるよ。ありがとう。付き合って2週間が経ったある日、彼女がお家に夕飯を食べに来ることになりました。明日両親出かけてるみたいだから俺んち来ていいよ。その日は両親が出かけていて、しばらく帰ってこないとのことでしたが、弟だけ用事がなく家にいることになっていました。なあコウタ、明日彼女が家に遊びに来るんだ。ほんと悪いんだけど、友達とどっか出かけてきてくんないかな。しかしせっかくなので彼女と二人きりで過ごしたかったので。悪い、ほんとありがとう。弟に申し訳ないという気持ちもありつつ、外で友達と出かけてきてくれとお願いしました。そしていよいよ当日、彼女がうちにやってきました。お邪魔します。あれ、コウタくんは？あー出かけてる。はあ、そうなんだ。彼女見られるの恥ずかしかったから出かけてきてくんないって頼んだんだよね。あ、そうだったんだ。別に恥ずかしがらなくてもいいのに。そのまま2時間ほどご飯を食べたりゲームをしながら、あっという間に帰宅の時間に。あ、そうだ、これ返すね。ありがとう。ああ、その携帯は以前彼女が授業中に募集された時に貸していた俺の昔の iPhone でした。もう募集されんなよ。そのまま彼女を家まで送り、家に帰ってからふと彼女が返してくれた iPhone の電源を入れました。 Twitter を見ると彼女の裏垢のようなものがログインされていました。好奇心に負けてログインしたその瞬間、なんだよこれ。いよいよ今日はコウタくんの家に行ける。同じ空気吸えるとか興奮して死にそう。は、二人になりたかったから追い出した。死ね帰りたい。コウタくんに近づけないならお前と付き合ってる意味ない。私、ゆうたくんと付き合えてよかったって思ってるよ。これで堂々と。フフ。